このチャンネルは映画についてうだうだと語るチャンネルです。第89回目は、1月はこれを見た、2月はこれを見ろについてネタバレあるかもしれない感じで喋ります。X やってます。概要欄にリンク貼ってますので、フォローの方よろしくお願いします。画面外から失礼します。カトリング川崎です。はい、よろしくお願いします。久しぶりです、はい、ということで1月ですが、うん、何見た1月ね、うん、あの12月に1月あれ見ようこれ見ようとか言ってたの全然見なくてシャクラっていう、ね、ドニー・エン主演の武教編見ていきました。まず、これ一発目でした新年。おお、うん。宇宙最強ドニエンドニエンの最新作。うん、面白かったよ。へえ、うん。金曜原作の武教小説の映画化。うん。なんかあれは見たな。予告編は多分見たと思うけど。あ、ほんま。あのツインさん配給で、RRR ね。はい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 、はい、あの昔古いというか昔からあのツインって香港映画をやってたから、あの卒業した後にちょっとあの同じとこ映画館で働いた時やったやんか、うん、あの時にようやってたの、うん、レジェンド・オブ・フラッシュ・ファイターとか、はい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 、リー・リン・チェのやつとかねはいはい、はい、やってた配給さんの、あ、そう、ね、安定のツインでよかったですよ。うーん、ほんで、うん、昨年見られへんかったけど、うん、ちょっとこっちでまた遅れてやったんでメカバースを、ね、見た、うん、やっと行けて、おー、うん、すごいシンガポール、うん、なんか一人で作りはったって、そうそうそう、11年かかったんだよね、うん、なんかねオタクの理想系、うん、でその後ベスパーっていう、うん、全く言ってなかった作品ばっかり見て、ベスパーどうなっちゃったっけこれね、うん、どこでフランスとどっかとリトアニアがなんか合作の SF 映画に、うん、それがめっちゃ広いもんで良かったんよ、うん、面白かった、ま、うん、また機会あったら見て、うんうんうん、で、レオノールの脳内ヒプナコジアっていう、うん、あのこれフィリピンの映画やねんけど、うん、元映画監督のおばあちゃんが劇中に入ってしまうみたいな、劇中に入ってしまう、うん、映画の中に入ってしまう、映画の中に、あ、映画というか、うん、テレビというか、うんうんうん、なんかね、それも不思議な映画で、うん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 、面白かった、うん、面白いけど、まあ、うん、難しかった難しかった難しいというのは理解せんでええとは思うんだけどね、こういう映画は、うん、で、カラオケ行こう行ってきました。ああ、そうなんや、うん、意外やね。いや、意外やねっていうか、俺漫画持ってってさ、うん、あ、そうなんや、漫画原作漫画原作やから、へえ、うん、あ、うん、そういうことか、うん、面白かったよ、面白かったよ、うん、あの、うまいこと映画化してた、すごい、うん、面白かった、あ、漫画原作か、うん、いや、このタイトルの映画はちょっときつい、厳しいかなと思ってたんよ。あ、ほんま、でもあれやで、乃木明子脚本、山下信弘監督だから、ね、全然スタッフを見たらそうやねんけど、安定のそのでもタイトルで客が呼べるかなっていう気はちょっとしとったんよ。やろう、うん、満員やった。あ、そうなんや、うん、まあ、そんな大きい劇場じゃないんやけど、あ、野郷さん人気かな。いや、でも、いや、面白いもん、やっぱりあの売れてるし本は。あ、そっか、うん、それ言ったら、うん、乃木明子さんの脚本で、うん、このラストマイルっていう、もうちょっとあったやんね、うん、これ知らんくてさ、うん、びっくりしたわ。チラシをもらったわ、これ、うん、アンナチュラルとか、うん、MIU マリオンの同じ世界観でやる、あ、うん、作品らしくて、2024年夏、うん、次は映画なんやと思って、あ、うん、なるほどね、これびっくりしたね、カラオケ行こう行って、うん、まあ、こんなかったらベスパー一押しかな、うん、なんか今の写真見る限り、うん、あのザクリエイターの雰囲気に似てるな、そうそうそう、うん、なんかそんな感じ、うんうん、自然の中に、うん、まあ、低予算 SF らしいねんけど、うん、SFX めっちゃよくできててさ、うん、まあ、あのナウシカっぽい、うん、うん、世界観的には、うんうんうん、遺伝子操作で、うん、あのー
1台しか栽培できひん、うん、その種を作って、うん、それは大企業が独占してるっていうのがディストピアの話やねんけど、うん、そのせいで世界的にもなんかその変容してしまってるんです。植物の生態系とか、うん、動物の生態系とか、うんうん、でもうなんか木々が動いてたりするんだよね。呼吸したりするみたいな、そのうまいこと見せてて、うん、ちっちゃいところの話じゃないけどすごい話大きくて、うんうん、なかなかよくできた。フィリピンやった。いやじゃあ、これはベスパ ー, スパー、それはフィリピンはあのおばあちゃんが入ってしまうやつだ。ベスパーはね合作やってんけど、フランス、リトアニア、ベルギ ー、でも言語は英語やった。で英語で作る意味があるみたいなことを書いてはったね、すごい。リトアニアで撮影してはんねんけど、うん、リトアニアってそんなあんまイメージなかった。ジョナス・メカス のリトアニアへの旅の追憶ぐらいしか、うん、イメージなかったけど、うん、すごい自然で、うん、まあよかったよかった。そこそこ、うん、まあ似てるな、ほんまやね。ザ・クリエイターって言われたら、ああなるほどと、うん、これそんな感じ、うん、どうでした1月は。チラシちょっと持ってきてないけども、うん、ね、まず1月お正月1本目がパーフェクトデイズ、うん、あまたあれショートで上げてたよね。そうそうそう、うんうん、全部一緒ショートで上げてるんだけども、うん、パーフェクトデイズ良かったよ。行ってへんねん。もう行ってへんねん。なんだ、そうそうやね。何を全部取捨選択した結果これを見たからね俺は。いやよかったよ、うんうん、やっぱり役所広司さんすごいなっていう、うんうん、あれやね、国際映画賞、うん、アカデミー賞のノミネートされてたもんね。さすが、まあ日本、あ外国映画賞やあのね、今外国語映画賞って言えへん。あ、そうなんや、うん、長編、国際長編映画賞とか、ね、そんな名前ちゃうからかな。あ、そうなんや、うん、まあ日本人監督じゃないのに日本映画枠がそれっていうのはちょっとどうかなっていう気はするけどな。あ、お金出してんのが日本だから、そうか、制作は日本なんだろうな、うんうん、正月にこれを見たおかげでちょっと襟を正して生き直そうと思ってうん、いろいろと予定を立ててみてんけども、うまいこといかんよね。まあね、まあ予定は未定やから。あ、みんなそう言うよ、ね、みんなにそう言われた。ちょっとだけ引っかかったところはあるんだけど、まあね、ちょっとネタバレになるかもしれないけども、うん、その主人公が住んでるアパートが、まあ、昔ながらの2階建てのアパートなんよ。やねんけども、ちょっと構造が変わっとって。それがちょっと疑問に感じたところと、出ていくときにね、鍵をねかけはれんのよね。何回も出てくるんやけどね、初心に毎日の繰り返しの話やから、鍵かけへんのがすごい気になってでも昔はかけへんかったからな。俺はあのちっちゃい時家かけてへんかったもん、まあ、田舎やから。あ、そうやけど都会ではまあありえへんけどな、うんうん、その辺が外国人監督のから見たらそれが自然なんかなとか思ったりもしたけども、役所さんがね、あのエグゼクティブプロデューサーかなんかに噛んではるから、うん、そこ指摘できんかったかなと思いつつ、その話を友達にしとったら、なあ家に何もない人は書けへん人もおるでとか言われてあ、そうなんかと思ってね。うん、まあ、そうやな、それ書けへんことで何かを表現してるんかもしれんけどな、うんうん、あんまりそこ指摘してる人おらんから俺だけは気になってるかもしれんけど、なんかそこはすごい気になったよね。ディティールが気になったよね。あれ、うん、見てあのその住まいというか見た時に、うん、素晴らしき世界ちょっと、あ、連想者役所広司さんの前の2020年の、うん、なんかあれもアパートでなんか雰囲気あるアパートやったり、似てるね、うん、なんか似てるなと思って、うんうん、見てへんねんけどな、ごめん、うん、でもあとはね素晴らしかったよ、うん、次がね同じ日に枯葉を見たよね。すごい並びやな同じよね。ベンダース見てカムリスの秋見る、うちも小津安二郎ほんまやな、うん、枯葉も良かったっすよ、うんうん、
あもうカレー、まあ、香りすまきいつもそうやけど、うん、すごいあの時間でコンパクトにまとめてくるよね。あそう1時間半ぐらいもんな。短かったなこの感じですもんな、うん、ずっと短いよね、うんうんうん、実はまだ見てないという見たいねんけどね。次がエクスペンダブルズニューブラッド、あ、うん、待望の4本目やってんけども、うん、今回からスタローンがバックアップに回るというか、うん、主役はほぼジェイソン・ステイサムさんだよね、うんうん、ということでどういう風になるか期待していってんけども、うん、ちょっとしんどかったです。はい、すみませんあそうか、ちょっとしんどかったから、うん、特撮が特撮に見えてしまうところがあのシリーズの、ねうん、本物とかをお前爆破させるとかいうのがもともと売りやったやんか、うん、ちょっとしょぼかったなというのと、そのいろんなアクション俳優が出てくるのが元の売りやんか、うん、今回その川崎は詳しいと思うけど、うん、誰やったっけ、イコウアウス、トニージャーとか、あ、トニージャー、あ、トニージャーそっちか、トニージャー、うん、トニージャー、うん、トニージャーさんとかが出てきたところをとか思ってんけども、うんやっぱし、うん、花がなかったかな全体的に。マッハやなトニージャー、うんうん、トニージャー最初トニーチャーって言ってんかったどっちやったけどそうか、まあでもジェイソン・ステイさんもすごいなアクション、うん、格闘アクションしはるもんね、うんうん、あよかったわね、久しぶりにバイクが見れたところエクスペンダブルズシリーズの好きなところはね、バイクとか車のかっこよさがちょっと一作目で出しとったんよでそのミッキーロークさんがやってるなんかよう わけわからん店にみんな集まってくるやろ、うんうん、あの辺が良かったんけどね前も言ってたよ、そうそうそうステイサムさんだけね、うん、めっちゃ前傾のきついドゥカティに乗ってて、他はみんなアメリカになるよ、うんうん、その対比が良かったけどね、うん、今回ちょっとそういうところがありましたね、うん、ファンの方は見に行ってください。で、さらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たち 4K リマスター版来ました、うんうん、相変わらずお父さん方いっぱいの劇場、うん、そうアニメの 4K リマスターってどこまで綺麗だってたの、なんかあんまイメージな、なんかね画質よりも音が鮮明になってた印象あるかな、うんうん、まあ劇場で見れたのはいい映画体験やったよ、うんうん、今市民会館で見たからね当時劇場では見てないね実はちょっと遅れて、うん、田舎やから市民会館来たの見に行って、うんうん、そうそうヤマトに関して前の動画でも上げてますんでよかったらそっちも見てください、うん、そしてゴジラマイナスワンマイナスカラー、ゴジラマイナスワンのモノクロ版ですね、うん、よかったですよ、うんうんうん、正直カラー版よりもこっちの方が良かったぐらいかな、うんまあ、あれかなゴジラの最初の50年のゴジラの感じを求めてるんかもね脳内がいや自分のそんなことはね、それあんまり比較はせえへんねんけどもな、うん、うん、なんやろな、まあなんか言ってたね、うん、解説でもね、そうそう、うん、白黒の陰影がはっきりすることでリアル感が増したというか、うんうん、これも前の動画でゴジラも上げてますんでよかったら見てください。そしてこれ実は昨日やねんけど哀れなる者たち聞きました、うん、行きたかったよ、うんうんうん、まあこれまだ公開されたばっかりやからあんまり、うん言いませんけども、よかったですよエマストーンさんがすごかったです、うん、もうアカデミーノミネートされとったね、うんうん、見に行くわ、うん、これは、うん、そんなところかな、うんまあね、2月ですが、うん、何見に行こうかなと、うんうん、もう始まってて、うん、まあその哀れなる者たち見に行きたいんやけどちょっと1週間で終わっちゃうんで唐獅子仮面を行くんや今週で終わっちゃうんで、ね、長井豪さんですよね、うんうん、今週休み1日しかないんでその1日でなんとか行かなあかんという、うん、とマダムウェブかな
おお、うん、これはマーベル、マーベルやけど、だからソニーの方ね、 SSU っていうやつやね。あ、そういう分類があるわけ、うん、スパイダーユニバース、ね、ああそういうことか、うん、そっちの方やね、あのベノムとか、うんうんうん、モービウスとかそっちの方の、うん、流れ、ね、あーモービウスとか、うんうん、はいはいはい、流れね、うん、でまあなんか去年からリバイバル続いてますが、うん、タルコフスキー、あこれはいかんわね、ノスタルジア 4K、 ノスタルジア 4K、 うん、うん、体調整えて、あ感動、長いな、長いな、やっぱり、うん、いや、眠気誘われるから俺で、まあちょっと3月になるんやけど、3月1日からベルクマイスターハーモニーで、この映画知らんねんけど、ま、どういう映画がいいんよ、そう、うん、タラベーロ、うん、あの監督さんのやつやけどね、うん、うん、何年前かな、でもあの公開時見に行ってて、うん、うん、めっちゃ良かったから、うん、DVD 買おうとしててんけど、その時ちょっとお金なくて DVD 買わへんかったら すぐ廃盤になって、めっちゃプレミアついてもうて、もう全然買われへんやなって思うて、うん、だから全然劇場公開時見ただけやから、そんなむっちゃ古い映画でもないんか、20年はなれへんのじゃん、 あ20年なってるわ、2000年やわ、あそっか、うん、うん、あごめん、タルベーラな、タラベーラじゃない、タルベーラな監督の名前間違えてました、2000年って言ったらちょい前みたいな感じはするけど、うん、20年前やもんね、うん、前の怖いな俺、うん、は某は恐れいるアリアスター監督はみたいなと思ってますね、うんうん、あんまし絶対行くのはそれぐらいしかちょっと決まってなくて1月陽さん見てたよね、そう1月ちょっとね、うん、行き過ぎてしんどくなってね、注目してるのはカラーパープルとか、ミュージカルミュージカル版ね、うん、あのスピルバーグ監督のカラーパープルはリメイクというかね、これ落下の解剖が来て、ああ、うん、いや動からんねんけど、うん、なんか、うん、もうそうかな、もうよか、いや別にいいけど、うん、いやこのタイトルとポスターのデザインだけでいいかなと思って、あんま知らんのよどれも映画か、うん、ああそういうの大事だね、うん、情報仕入れんと見に行くっていうのね、うん、まあ、あとカンヌとゴールデングローブをノミネートされてるっていうので賞も取ってるのか、うんうん、これはねネクストゴールウィンズっていうね、あの人なんですよ、タイカ・ワイティティ監督、あ、はいはいはい、知らんかったんけども、うん、あの監督さんやったらまあ面白いかなと思ったりして、まあ一個どうかちょっと分からんけど、うんうん、出てへん、出てるやろな、多分いつも出てんもんな、予想のこれこれこれ見るか、ごめんか、うん、かな、うん、そんなどこっすね、はい、で1月他で言うと、うん、映画評価分かった、うん、おお、そうそう、また再刊されましたね、2号目やねんな、しかもね、そうね、再刊2号ほんまだ、多分予定に入ったね、あ、ほんま、うん、いやいや、よう手に入ったな、え、普通に売ってた、売ってた売ってた、あ、そう、うん、うん、19日、でも今月ちょっとお金なかったから来月の自分が払ってるわすごい、タイムスリップしてみたいなカード払いってそういう楽しみがあるよね早く誰かが払ってくれてるみたいなそうやな、ね、ほんま、オッペンハイマーが表紙ってなまあね、オッペンハイマーそうや、うん、公開決まったね、そう、オッペンハイマー決まりましたね、3月 ?27 やったっけ、うん、なんかそんなんやね、うんうん、とうとう、うん、やっぱりあれやったな、早かったね、うん、アカデミー賞の発表の後すぐやったな、うん、もうちょっと回るかなと思ったけど、うん、スケジュール的に、うん、これは必ずアイマックスで見に行きたいな、うん、あ、そうか、アイマックスといえばうん、ディフーンがまた IMAX で再上映が始まる、あ、最上映あんの、うん、2月の頭じゃないかな、前は
IMAX で見に行かった IMAX で見た。ほんならもう一回でいいでしょ。行く、うん、いや結構好きやね。あ、そう、うん、でも暇がないかな。うん、うん、1月といえば、1月といえばっていうか最近の話題としてはね、さっき言えばよかったけどゴジラマイナスワンがアカデミー賞の視覚効果賞をノミネートということで、うんうん、まだどうなるかわからんところなんですけども、うん、今年はアカデミー賞すごかったね、うんうん、これはほんまに君たちはどう生きるか、うん、ね、うん、でパーフェクトデイズでしょ、うんうん、日本関連で3本、うんっていうね、うん、ゴジラが撮ったらすごいよね、うんうん、あノミネートの時のゴジラのね、あの完成がすごかったもん、うん、びっくりしたね、うん、まあクリエイターかゴジラなんちゃう多分、うーん、どうやろうかね、ほんまそこばっかり分からへんからな、うん、アカデミー賞は3月何日やったっけ。3月11日いつもアカデミー賞平日やからあの、あ仕事の合間にスマホで脅してあの速報を見るっていうのがあるんやけど、またそれ楽しみにしてますわ、うんうん、1月2月はそんなもんですかね、うん、そうですね、まあ今年からあのうちらの動画の公開日が日曜の7時に今変更になってるわけですけども、これからもこの調子で続けていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日紹介した作品の詳細などは概要欄にリンク貼っておきますので、またよかったら参考にしてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価のよろしくお願いいたします。